エンドをここから出番増やすにはもう、あれですね、カビーの役なのか、ミルナー役なのかでね、やっぱミルナー側で取ってんだなって感じしますよね。1点追わなきゃいけない状況で攻撃的なキャラじゃないから、この状況だと使うべきじゃないって思われてる。ただ、エンドによって修正される守備が攻撃の思考回数を増やすから僕は使うべきだと思います。あと、攻撃も良くなるし、それはもうクロップとスタッフしかわからないな。 僕はこういう試合もあると思います。ていうか、もう一試合でそんな判断しなくて大丈夫だよ、もう。よくあるじゃん、なんか。逆にここでもうこれで遠藤ダメだ、終わりだっていう人は、自分のメンタルの弱さを告白してるぐらいの感じになる。自分ならそう思っちゃいます、みたいな。全然大丈夫。見たいって気持ちは一緒だけどね、みんなと。これが理不尽かどうかわかんないけど、理不尽に出れないこととか、理不尽なことなんていっぱいあるからね、人生で。そこをどう乗り越えるかって話ですか。でこう、出れない時の振る舞いって見てますからね、監督はめちゃくちゃ。 クロップなんてめちゃくちゃそのタイプだから。エンドがチームメイトを迎えて、盛り立ててると、次の試合スタメンみたいな。だから相手チームのウルブスのファンヒちゃんがそれでしょ。ファンヒちゃん出れてたけど、その腐らないっていう。ハムハストリングってことは3週間は離脱だから、その間のサイドバックが普通に情報メスになるのかね。エンド見たいね。クロスも良かったしね。エンドサイドバックになってマカリスターの横に入ってくるとか強度も上がるし、いいけどね。 スピード面でのきつさで言ったら、スピード面っていうか、スピードよりも大事な準備力だったりとか、距離の詰め方だったり対応力なんですよ。ピケいた時の方がディフェンスラインの失点少ないじゃん。っていうか、普通にピンチ自体のシーンが少ないじゃん。それなんでかっていうとっていう、準備ができるから。あの、アーノールド以外の選手がサイドバックに入って、アーノールドの時よりも守備悪くなるっていうのは、相当な若手使うとか、むちゃくちゃなコンバートしない限りないですよ。ただ、アーノールドリバッバクの守備力下げても、それ補ってあまりある、おつりくる攻撃力があるから、 総合的に見たらアーノル使う方がいいねってなってるから。まあ大丈夫だよ、エンドの。守備面と。アーノルドほどサイドバックに使った時の攻撃面のうまみないねってなる可能性が高いと。高いというかあると。でもそれが、あの左で上げたクロス良かったし、で、あのアーノルドよりも取るべきポジション取る能力高いから、まあ上手くいく。まあ僕がこういう風に上手くいくっていうコンバートは絶対上手くいきますからね。そういうチャンネルだから、まあ信じてもらえばって感じです。エンドをこっから出番増やすにはもう、あれですね、ほんと今みたいに。 後半から出て、あの、アグレッシブにプレイしたいじゃん。で、ポイントにもちゃんと立すし、ボールホルダーに近い人斜め打しょエンドがさ、マカリスさんの回入ったけど、このツートップコンビラがさ、442だとして、この、ツートップこれが、ボールホルダーに寄せるでしょ。この時に、ここって若干違うんですよ。ボールホルダーに近い人斜め打ちに立つの。その時に、まあ、サイドバックのこっちの立ち位置もよるけど、この人のボールホルダーの近い人の斜め打ちに2人立つと、 高校とか、これが嫌だから相手は閉じると迂回経路ができるし、これが前行ってて後ろが出てくると間が空くし、これが嫌でサイドハウが出てくると外が空くし、みたいな。まあ、ここ、ここに人がいたわけじゃない。こういう構造でサッカーって前にボールが足元をつけながら進んでから、まあ、アストミラはこれ何もできないけど、リバプールは特にこのアンカーがマカリスタンのエンドも立ち位置いいから、ここ間違ってないだけで、で、ここで失わないと、もう本当に、まあ、 ここで守備も攻撃も失わないし、バランス取れるし、刈り取れるし、みたいなのがハビーニョだったから、今は、なんかハビーニョがマカリスターとエンドにちょっと分裂してるみたいな状態なんですよね。で、今日で言うと、まあ、アーノルドがこの横に入ってくるから、っていう時にね、なんかここでの、アーノルドもこの、あ,あの、ボール入った後激しいプレス、入れ、あの、やられたりとか、ちょっと距離置かれて、移動中に寄せられて奪われるとかあるから、そういうのもあったのかなと思うんですけどね、スタメンじゃない理由とか。 あとはまあ、カーティスもね、使いたかっただろうし、みたいな。まあ別に、連動がめっちゃ悪いから使わなかったとか、こう一個一個、各方でもうね、使われてなかったし、そんなに気にしなくていいかなと。まあ今日のパフォーマンス続けるだけだと思うんです。この、この戦術層がね、プレミアで CL 券取る優勝を目指すには大事だから、そんな気にしなくていいと思う。あとは、ここのアーヌードが、まあ怪我して、ここ誰っていうので、今5メスとかなりそうだけど、これが、もし、 真ん中ゴメス行くってなった時に、ここに遠藤でこう入ってきて、まあ、いちばマカリスタート二人でここのポイント取るみたいになったら、めちゃくちゃ楽しみだよね。日本人が活躍していて、えー、毎日楽しくてしょうがないです。その中で注目されている遠藤が今後どうなると予想してるか聞きたいです。遠藤に関しては、あの、まず、えー、11人でサッカーやらせてもらうこと。<laughs> これが一つで、で、あとは、相手が正体してボール運べる時とか、 あの、相手のボールタッチが離れたりとか横向きになってない時には寄せないっていう。ドイツだとまたそこをね、あの、味方がリバブルをとまんま出ていくる守備をしてない時もあるし、エンド自体のポテンシャルでカバーできたけど、この間あったシーンは、プレミアだとさ、この状態から前から来た相手にどっち抜くっていうのは、もう自分がボールへそ下置いてたらいけるじゃん。なんだけど、この間の隣とかさ、もう後ろにボールを置いといて、エンドこっちから突っ込んできたら、こっからグインって持っていけるみたいな。だあれが、 結構さ、もう強いクラブだと、CL 圏のクラブだと普通じゃん。コバチッチとかさ、みんなできちゃうから。だらああいう、あれを一回経験したから、ああ、ここ突っ込んじゃいけないんだっていうのを遠藤だったら学んでくれてると思ってて。そこだと思いますね。だから、あの、僕、他の人の評価見てなかったんだけど、 なんか、レオさんがエンド大丈夫って言ってくれて安心しましたみたいなリプライいっぱいもらって、え、そんなに言われてたのみたいな。だから多分それのことだと思うんだよね。隣に剥がされたシーンとか。で、ああいうのをまず、一つはアンカーって周りに声出してやれるといいんですよ。周り声出して言って最終的に自分刈り取るみたいな。うん、本当はエンドに追わせて最後を刈り取るみたいな。マカリスターとエンドの位置逆にしてもいいんだけど、今のまんまでセンターバックの前の広いスペースを守備職人的にやってみたいな感じだったら、エンドが周り動かして、 相手がスピードに乗れない状況。はい、追い込みましたね。最後僕が借り取りますっていう。今、スペックの高い選手、カンテとか、風見ろとか当たり前になってさ、追い込みきれなくても奪えるみたいな人も見てるから、エンドがプレミアでいきなりそれはできないから、そ,<う>そこがあの一番大事ですね。追い込んで最後奪う。で、相手があの加速できたりとか、へそ下にボールを置いてる時に突っ込まないっていう。日本人いるときしかリーグ戦優勝してないっていう。 あの、香川南野。で、今回、それが遠藤渡るなんじゃないかって言われてますね。遠藤知らない選手に類似選手あげるとしたら風見ろですね。日本の風見ろ。ただ、僕は風見ろよりも遠藤の方がプレス体制高いと思ってます。あと、裏へのパス。風見ろの方が、守備の無理が効いたりとか、あの、スピード乗ったドリブルしてる選手に対する横のアジーティー高いと。まあ、遠藤も低くはないんだけど。遠藤の方がこう、狙い定めて守備刈り取り行く感じで、風見ろの方が、 そう。相手の状態いい時にもついていくのいけるかな。でも、それでも、上似てますね。そういう。相手が横向いた瞬間に寄せるの上手いし。ああ、そうだね。前線出てって得点するのは風見ろの方が上手いですね。風見ろの能力、慣らした感じです。あ鳴慣らしたって表現いいね。さすがそこ。昨日話そうとした遠藤渡る不安なポイントは、俺、カビーノの後釜として捉えたのか、ミルナーの後釜として捉えたのかで結構話し違うっていうやつなんだよね。 あの、ファビーニョの後釜だとそのままアンカーにスポッて入れられるんだけど、ミルナーの後釜だといろいろ使われて、またアンカーももう一枚取られるから。で、グラフェンベルチェとかさ、あの、ドゥクレの話上がってるじゃん。で、クロップが、ミル、あの、ミルナーも同じ年齢で来てさ、みたいな話してたから、え、ミルナー的なことなのかなでも、背番号はファビーニョじゃん。そうだから、やっぱ、日本人的なエンドいっぱい見たいっていうところで言うと、もうアンカー取らないでほしいな、みたいな。カーティスも怪我から戻ってきたらいけるし、みたいな。っなんだけど、 そう、見るなっぽい、ぽさがあるじゃん。ってなると、うんなんかこう、ターンオーバー4位からスタートなんだろうな、みたいな。そう、日本語のね、記事で見るなって見たんだけど、完全に見るなって言ってる現地の記事ちょっと探しきれなかったから。だから、今後の補強でさ、ね、もう一枚アンカー取るとしたら、ただ、これ、ありがたいのが、グランベ、フェンベルチュめっちゃいい選手なの。技術もフィジカル回し。ただ、ザカリア的な選手で、瞬間的な判断とか、そういうのがめっちゃ得意な選手じゃないんだよね。 ポテンシャルめっちゃ高いんだけど、使い切れてないみたいな選手だから、だからグラフェンベルチのアンカーだったら、エンド全然ブーあるんだよね。グラフェンベルチでどっちかっていうと、一列前の方がいいから、インサイドハーフで動かしまくった方がいいから、それ結構グラフェンベルチェ見てる選手、人だったら分かると思う。アンカータイプじゃないから。